2015年5月5日神戸第2サブ球場で撮影。山田和都氏は愛知県名古屋市中村区出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。東方向から1983年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名を受け入団。レギュラーには定着できなかったものの1988年にはユーティリティプレイヤーとして82試合に出場した。 広島戦で津田久志美からプロ初のサヨナラ打を放った。1991年、長島清之とのトレードで音重鎮と共に広島東洋カープに移籍。1992年、シーズン後半、長田構造に代わりにルイッシュのスタメンを務めて、以降は一軍半の控え選手であったが、1995年に故障のルイスメディーナに代わりファーストの定位置を、 獲得するなど、チームの2役躍進に貢献した。1996年に、中日で、星野千一が監督に復帰すると、若林田かとのトレードで再び音重鎮と共に、中日に復帰したが、故障によりその年限りで引退した。引退後は、コーチに就任し、1997年は2軍、打撃コーチ、1998年は1軍内野守備、 総類コーチ、1999年から2001年は、一軍打撃コーチ、2002年から2003年は二軍、内野守備。総類コーチ、2004年は二軍野手総合チーフコーチを、務め、2005年からは、フロント入り。2011年は、広島の二軍守備、総類コーチを務め、2012年からは、球団編成を担当していたが、2015年からは、再び、 広島の二軍守備、ソウル移コーチを務めることになった。四年ぶりの現場復帰。中日時代は、内野全ポジションを堅実に守り、さらに外野までこなす、ユーティリティープレイヤーとして活躍。広島遺跡後は、持ち前の俊足、剣守に加え、小技と強打を兼ね備えただ者として、変貌を遂げる活躍を見せた。夫人との間に一難かずめがおり、長男は、俳優の山田祐希。 長女はフリーランスモデルの山田浅を、親子仲が良く息子の勇気が出演するテレビ番組はチェックしているという。ありがとうございます。